はじめさん、こんにちは。よよんでございます。今回、じゃん、こちら。チョコエッグ、スーパーマリオ。はい、ということでね、新しいマリオのね、チョコエッグが発売しました。こちらをね、はい、2箱買ってみました。ということで、今回こちらをね、まずは1箱をね、この動画で開けていきたいかなと思います。1箱がね、まあ、10個入りなんでね、まあ、10連ガチャをね、今から引いていきたいなと思います。まあ、とりあえずね、種類とかもね、見たいんで、まずはね、1つ開ける人がですね、まずは1つ、最初に開けていきましょう。オープン、ジョン、おー、はい、出ました。じゃん、こちらですね。今回、スーパーマリオチョコエッグということで、全15種プラスシークレットということで16種類あるわけですね。16種類なんで、まあ、この1箱買っただけではコンプリートはできないということで、まあ、2箱買ったわけですね。まあ、今回の10連でね、まあ、ダブリがなくね、10個コンプリートしてしまえばね、次回のね、20連目がね、楽になるんでね。まあ、今回はダブリなく10個開けていこうかなと思います。ということで、いろんなマリオが大集合ということで、マリオ35周年を記念した感じでね、まあ、それぞれの今までの歴代のマリオの変身姿等がね、今回のコレクションになっております。はい。ということで、じゃ今回こちらを開けていきましょう。はい、じゃん。中身のチョコエッグはもういつもと同じですね。で、こっち開けていきましょう。さあ、こちらをね、綺麗に開けていきます。はい、チョコが出ました。じゃあ、こちらをね、割ります。ほい。はい、割りました。はい、残念。最初からチョコ粉々になりました。最悪ですね。粉々になってしまったんで、これは食べましょう。結構ね、割り方にもコツがあるんですよ。あれてしまったんで、このチョコレートはこの後すぐ食べます。はい、では一つ目の中身ですね。こちら。はい、開けていきましょう。ほっ、じゃん。はい、お、これはムササビマリオかな。ムササビマリオでございます。2012年ニュースーパーマリオブラザーズ U と、なんか12って書かれたニュースーパーマリオブラザーズ U のこんなものもついてますね。さあ、組み立てていきましょう。お、帽子が取れたマリオに帽子をかぶせる。はい、こちらムササビマリオですね。いいですね。なんかシークレット出たみたいな感じだね。今までのね、チョコエッグのマリオってシークレットが大体変身したマリオが多かったんで、こうやってね、変身したムササビマリオとか見るとね、なんかシークレット当たったような感じでいいですね。まあ、今回の種類はこんな感じなんでね。まあ、すべてがほとんどシークレットみたいな感じなんでね。はい、いいですね。ということで、こちらの16種類全部集めていきましょう。となると、シークレットが何になるんですかね。大体が全部変身なんで、無敵とかですかね、スター。スターのマリオ。無敵マリオとか、かな、わかりませんけど。で、そしてこんなようなパーツもついてました。で、最初にあったこれ。これがシールになっていて、これを剥がして、ここにね、こう貼れるみたいですね。はい、こんな感じで台座にシールをこう貼れるわけですね。で、こうやってムササビマリオの前に、こんな風にこう置けるわけですね。そうすると、あ、これはニュースーパーマリオブラザーズ U のムササビマリオだっていう感じで、まあ置ける。こんなような感じのものになっております。はい、ということで一つ目はムササビマリオでした。という感じで、まあどんどんね、開けていきましょう。うわー、では2個目。お、軽めですね。オープン。ほい、じゃん。お、これは羽マリオでございます。はい、じゃん、スーパーマリオ64の羽マリオでございます。はい、いいですね。さあ、3つ目いきましょう。あー、はい、3つ目。ん、これはなんだ。さあ、オープン。ほっ、お、きたー。はい、マントマリオ&ヨッシー。おー、いいね、これはいいね。じゃあ、マントマリオ&ヨッシーでございます。おー、いいですね。マリオワールド、やっぱいいね。これぞマリオっていう感じだね。はい、ということでヨッシーもついてると。あー、はい、4つ目、オープン。ほい、お、じゃん、これは猫マリオですね。きた。はい、スーパーマリオ 3D ワールドの猫マリオでございます。はい、じゃん、猫マリオですね。スーパーマリオ 3D ワールド、こんな感じでございます。いいですね、猫マリオ。はい、さあ、続いて5個目いきましょう。あー、はい、5個目。ん、はい、オープン。はい、じゃん、お、きた。これサンシャインですね。マリオ&ポンプと、スーパーマリオサンシャイン2002年。はい、じゃーん、マリオ&ポンプですね。はい、スーパーマリオサンシャインでマリオとポンプ、いいですね。ポンプの作りとかもすごいいいですね。マリオサンシャインのフィギュアとかね、あんまりないと思うんでね、すごいレアな感じでいいですね。いやー、いいね、マリオサンシャイン。はい、さあ、これで半分が終わりました。5個が終わりましたが、今のところダブリなしということで、とても順調でございます。さあ、じゃあ残り半分、6個目からいきましょう。はい、6個目でございます。お、全く音がない、詰まってるね。オープン。じゃん、おー、プロペラマリオ来た。じゃん、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii プロペラマリオでございます。
はい、じゃん、プロペラマリオ。いいですね。これもなんかシークレット感あるね。結構昔あったんじゃない？いや、ないかな、プロペラマリオ。はい、という感じで、いいですね。はい、7個目。お、どうだ？オープン。じゃん。おー、来た、しっぽマリオだ。はい、スーパーマリオブラザーズ3、しっぽマリオだ。1988年。じゃん、しっぽマリオでございます。はい、いいですね。これはね、間違いなくね、もう同じようなやつはね、シークレットになったと思う。スーパーマリオブラザーズ2の時の直訳かな？の時かで、シークレット間違いなくあったと思うんですけどもね。まあ、これは3仕様ということで、ちょっと顔つきとかが変わってるんかな？っていう感じです。で、3のね、この看板はちょっと細長ですね。みんな縦長だったんですけど、こっち横長になってますという感じで、ちゃんとねカセットの形に合ってますね。はい、ということで尻尾マリオでした。さあ、続いて8個目。 OK、 さあ8個目。お、まだこれも聞いたことない音なんじゃないか。さあ、行きましょう。オープン。ジャン。お、あー、ついにやってしまった。ついにやってしまいましたね、これは。はい、ということで、マントマリオ&ヨッシー、2個目でございます。こいつですね。ついにやってしまった。ここまでね、でもよく順調でしたよ。8個目にして、ついに、ダブリが出てしまったということで、マントマリオ&ヨッシー、マリオワールド2個目ですね。そしてじゃあ9個目。さあ、9個目。いくぜ、オープン。はい。お、来た、マリオデッセイだ。スーパーマリオデッセイ、マリオ&キャッピー。いいですね。はい、じゃーん、スーパーマリオデッセイ、マリオ&キャッピーですね。いいですね、最近感ありますね。さあ、ではついにラストでございます。10個目ですね、いきましょう。まあ、最後が一番綺麗に割れたかな。さあ、ラスト10体目いきましょう。オープン。おら、お、来た。はい、ニュースーパーマリオブラザーズのコーラマリオですね。お、いいね、青い甲羅がいいね。はい、ニュースーパーマリオブラザーズコーラマリオでございます。いいですね、コーラマリオ。はい、いや、結構コーラマリオレア感ありますね。はい、ということでこれで10体開きました。W はね、マリオワールドだけで、一気にね9体、9種類ね、ゲットできたということで、いやー、出だしいいですね。超順調でしたね。はい、これだけゲットできました。あ、この卵ですね、このチョコの部分、ちょっとこれが今回割るのが下手すぎてね、まあ大変なことになってしまいましたが、これは後でギガヨンが美味しくいただきます。ということで9体ゲットしたんで、残りは7体ですね。全部で16種類ですね。残り7体を、はい、次回の10個、残り10連で全て手に入るのか、ぜひ次回もご覧ください。ということで次回に続きましょう。では今回はこれで終わりしたいと思います。では皆さん、さよなら。